北西からの俯瞰。海水を引き入れて、水堀にできた。次期負傷サンマルコス取りはが衆国本土における、最古の石像要塞である。マリオン要塞に改名されていた時代がある。後日、本校内でこれらの名称で言及することがある。フロリダ州、セント・オーガスティン市のマタンザス湾の西海岸に位置する。建設は、フロリダがまだ、 スペイン帝国の一部だった1672年に始まった。1763年パリ条約の結果、大英帝国がフロリダの統治権を得て以来、戦闘オーガスティンが英国領東フロリダの首都になった。その時、要塞はセーマーク要塞に改名された。しかし1783年のベルサイユ条約によってフロリダはスペインに、 変換されたので英国支配は20年しか続かなかった。1819年スペインはアダムズ・オニス条約に調印した。その中では1821年にフロリダを合衆国に割譲することが定められていた。その結果、要塞はアメリカ陸軍の基地に指定され、マリオン要塞に改名された。1942年、連邦議会法によって、 オリジナル名、サンマルコストリデに戻された。要塞は1924年、ナショナルモニュメントに指定され、1933年には251年、続いた軍による所有も解除された。その後、敷地のうち8.3ヘクタール部分は、国立公園局に引き継がれた。サンマルコストリデは2度の後為戦を経験した。最初は1702年に、 カロライナ植民地総督ジェームズ・ムーアに率いられたイギリス植民地軍によって、二度目は1740年、ジョージア植民地総督ジェームズ・オーグルソープによって。要塞の所有者は4政府の間で、すべて平和裏に6回変わった。4政府とは、スペイン帝国、大英帝国、アメリカ連合国、アメリカ合衆国である。1821年から始まる。 合衆国の支配下で、要塞はセミノールを筆頭とする多様な先住民部族のメンバーを投獄するための軍、刑務所として利用された。1677年から始まるサンマルコストリでの建設計画戦闘をマスティンのヨーロッパ人の町は1565年、スペイン国王のために提督であり、コンキスタドールでもあったペドロ・メネンデスでアビレスによってサロイと呼ばれた。 先住民の村があった場所に建設された。続く100年以上にわたり、スペイン人は防衛のため町の異なる場所に9つの木造砦を建設した。要塞の必要性は1586年、フランシス・ドレークに引きられた20隻の艦隊による攻撃を受けたことで認識されるようになった。1668年イギリスの市役ン船長。 ロバート・サールの破壊的攻撃の結果、マリアナでアウストリアは、死を防衛するための石像要塞の建設を承認した。要塞は、スペイン人技術者、イグナシオ・ダサによって設計され、建設は、総督フランシスコ・デラ・ゲーライラ・イデラ・ベガによって命じられた。1671年ゲイラの公認マヌエルで、先動屋の管理の下で作業は進められたが、 最初の石積みが始まったのは1672年になってからだった。サンマルコストリでは石像の星型要塞で石材はコキーナと呼ばれた太古の貝が寄り集まった一種の石灰岩が用いられた。要塞建設の強制労働者は先住民に加えてキューバのハバナから連れてこられた。コキーナはマタンザスワンタイ岩。 アナスタシア島の王の採石場から切り出され、船で建設現場まで運ばれた。建設は1672年10月2日に始まり、23年、続いて1695年に完成した。サンペドロホルイとサンアグスティンホルイの間の南側城壁の塁道上に配備された大砲の方針と銃願。中央やや左に唯一の入り口であるサリーポート。 ラブリンから堀を渡る跳ね橋でつながっている。要塞は、サリーポートを守る、ラブリンを伴った4つの堀を持ち、それぞれサンペドロ、サンアグスティン、サンカルロス、サンパブロと名付けられていた。陸側に正面には大規模なグレーシスが構築されていた。それはいかなる攻撃者にも要塞の大砲に向かって上向きに攻めかかることを強いるもので、要塞側からすれば、 下り斜面上の複数の目標を非常に効率的に射撃可能にするものだった。要塞のすぐ外側を堀が取り囲んでいた。堀は満潮時、水深1フィートまでマタンザス湾からの海水を引き込むことができた。取水は敵の攻撃に先立って、傍聴堤に設けられた傍聴扉から行われた。石材として用いられたフロリダ産コキーナ城壁には、 多くの銃眼が設けられた。銃眼は様々な光景の大砲を配備するために要塞の屋上に沿って、また、保留の内部にも施された。要塞守備兵のマスケット銃を配備するために、不評用銃眼も類同レベルより下側の壁に穿たれた。余談であるが、後年の1837年に20人のセミノールの囚人たちが脱獄したのはこの銃眼からだった。 プラザでアルマスと呼ばれた中庭1670年、チャールスタウンは英国植民者によって創設された。戦闘オーガスティンから船で2日しか離れていなかったことにより生じたスペイン領土内へのイギリス人の入植やイギリス人、公益業者による略奪がスペイン人に要塞建設を急がせることになった。1702年安城戦争の初期。 カロライナ植民地総督ジェームズ・ムーア指揮下のイギリス植民地軍は戦闘オーガスティン獲得の遠征に乗り出したイギリスの戦闘オーガスティン行為は1702年11月から始まった。およそ1500人の住人と兵士が2ヶ月間要塞に籠城した。イギリスの小さな大砲は要塞の壁にほとんど効果がなかった。コキーナが 効果的に砲弾の衝撃を吸収してしまったからで、ある。行為は、スペイン艦隊がハバナから到着し、湾内にいた何隻かのイギリス艦を抱っこした時点で破られた。イギリス人は敗北し、スペイン人の手に落ちることを防ぐために船を焼却する、決定をした。その後カロライナ植民地へは、陸路、興奮して戻った。行為の結果、 戦闘オーガスティンの街は一部はスペイン人、そして一部はイギリス人によって破壊された。1738年に始まりスペイン人技術者、ペドロルイス・デ・オラーノの管理下で、要塞の内部は再設計、再工事された。内部の部屋は深く作られ、オリジナルの木製天井はボールト施された、天井に取り替えられた。ボールト天井は、砲撃からの防御に優れ、 大砲を、歩類の角ではなく、ガンデッキに沿って配置することを可能にした。新天井のために、外壁の高さを8メートルから10メートルに高くする、必要があった。手前がガリタと呼ばれた、監視省、奥の高い方は、首狼、各歩類の先端に監視省か首狼を備えていた。スペインとイギリスは、ヨーロッパで覇権を争っていた。両国が新世界で帝国を創設して、 以来、新世界まで覇権争いが広がった。1733年に、ロバート・ジェンキンスに指揮された英国艦レベッカは、カリブ海でスペインの海岸警備隊に打破された。イギリス人が、スペイン植民地との間で非合法な交易を行っている権威により、スペイン人はレベッカを捜索した。スペイン人とイギリス人船員の間で、戦いが起きた。小ゼリアイの最中、 ジェンキンスはスペイン士官に耳を切り落とされた。スペイン士官は耳を拾い上げて、こう言った。これをお前たちの王に届けてこう告げよ。もし王がこの場にいるなら俺は同じやり方で王に仕えてやるぞ。と、ジェンキンスが事件を報告すると、イギリス当局はそれをスペインに対する宣戦線布告の口実に使った。この戦争は、ジェンキンスの耳の戦争と呼ばれた。 イギリスの提督エドワード・バーノンがポルトベロの戦いで大勝した後、ジェームズ・オグルソープ将軍は直ちに来たアメリカでバーノンを真似ようとした。1740年6月、オグルソープと7隻の船からなる英国艦隊は戦闘オーガスティン沖に現れた。1702年の行為と同様、300人の兵士と1300人の住民がサンマルコストリデ内に避難した。 27日間にわたりイギリスはサンマルコス砦トリデと戦闘オーガスティンを砲撃した。大砲が要塞の壁に対して効果がないことが明らかになると、オグルソープはマタンザス側の入江戸町へ通じるすべての道路を封鎖して戦闘オーガスティンの人たちを兵糧攻めにすることにした。物資は町に届かなくなった。しかし、イギリス軍の士気も備蓄も低下して、 オグルソープは撤退するしかなくなった。戦後、将来の封鎖や行為から死を守るため、スペイン人は入江をガードするマタンザス要塞を建設した。これは、戦闘オガスティンの主要な防衛システムを避ける裏口として使われた。1763年、英国は武力によらず巧みにサンマルコストリデの支配を手に入れた。7年戦争後のパリ条約の条項で、 イギリスは7年戦争中に占領したハバナとマニラをスペインに返還することと引き換えにスペイン領フロリダすべてを獲得した。1763年7月21日、スペイン人総督はイギリス人総督にサンマルコストリデを明け渡した。イギリス人総督は戦闘オーガスティンを東フロリダ植民地の首都に定めた。東フロリダ植民地は イギリス国王ジョージ三世の1763年宣言によって成立したものである。イギリス人は要塞にいくつかの変更を施し、セーマーク要塞に改名した。大英帝国が北アメリカの支配勢力だったので要塞を最上の状態に維持しようとわう必要はなかった。この態度はアメリカ独立戦争勃発まで優勢だった。 要塞は独立戦争の間、軍警務所として利用された。投獄されたものの中には、サウスカロライナの副総督、クリストファー・ガズデンもいた。ガズデンは大陸会議の大議員でもあり、戦争中は大陸軍の順将でもあった。彼は11ヶ月後、保釈された。アメリカ南部に対するイギリスの作戦基地としての新たな役割を与えられて、 要塞の改良が始められた。ゲートと城壁は補修され、居住能力を増すために2階に、いくつかの部屋が加えられた。戦闘ガスティンは、幾度か、ジョージア植民地からの遠征目標にされたが、要塞は独立戦争中、主に刑務所として使用された。イギリスがチャールストンを奪った時に、そこで捕らえられた独立戦争の戦士が、幾人が収監された。 独立戦争中の1779年、スペインはイギリスに宣戦線復刻した。聖マーク要塞から軍は引き上げたが、イギリスの占領自体は継続した。スペイン領ルジアナの総督ベルナルド・デ・ガルベスは、イギリスが支配する西フロリダの諸都市を攻撃し、すべて占領した。イギリスの唯一の主要な軍事作戦は、調整が稚拙ではあったが、 ジョージア州のサバンナ占領に成功したサバンナは、セント・オーガスティンからの軍が到着する前に、ニューヨークから来た軍によって占領されていた。戦争終結時、1783年パリ条約は、フロリダをスペインに返還するよう呼びかけていた。1784年7月12日スペイン軍は、セント・オーガスティンに戻ってきた。スペイン兵による、 大砲発射を再現した様子ス,スペインがフロリダの支配を回復した時、領土の多くが変えられていることに気づいた。スペイン人の多くは支配権がイギリスに渡った後もフロリダに止まった。また、フロリダがスペインに返還された後、多くのイギリス市民が残っていた。スペイン統治のフロリダと建国直後の合衆国との間で多くの国境問題が生じた。スペインは 要塞の名前をサンマルコス砦に戻し、イギリス人が要塞に対して言っていた強化改良工事を今度はスペイン領を守るために続けた。しかし合衆国からのますます強まる圧力その他の要因のせいで1819年、スペインはフロリダを合衆国へ活上することを訳するアダムズ・オニス条約に調印し、1821年に活上された。 敵の木造艦船を炎上させる、焼き玉式焼夷弾の加熱炉要塞をスペインから受け取ると、アメリカ人はその名前をマリオン要塞に改称した。独立戦争の英雄で、沼地の狐のあだ名で呼ばれたフランシス・マリオン将軍の栄誉を称えたものである。この時期、アメリカ人は要塞に、わずかな構造的変更を行った。貯蔵室の多くは、 重いドアと窓の鉄格子を取り付け折り棒に改造された。また堀の一部は埋め立てられ、海岸防衛システムの一部として砲台に改修された。もともとあったスペインの防潮堤は地面の水準まで剥ぎ取られ、新たな防潮堤が元の防潮堤のすぐ海側に建設された。この時、新設された水際砲台内側にある堀への取水口区画に、 焼き玉式小夷弾の加熱炉も建設された。敵の木造船を炎上させるために、砲弾は加熱された。1837年10月、第二次セミノール戦争の期間中、セミノールの属長、オシーオーラがアメリカ人によって投獄されたのは白旗を掲げて、ペートン要塞近くで行われた和平会談に参加中の出来事だった。オシーオーラは、トカタツと共に、 マリオン要塞に投獄された。その中には、ユーチー・ビリー及び EN、E ・マットラとコアクーチー・フ氏等がいた。オシー・オー・ラトフ氏は後に、チャールストン港のサリバンズ・アイランドにある、ムールトリー要塞に送られた。ユーチー・ビリーは1837年9月10日に、捕らえられ、11月29日に、要塞で死んだ。彼の頭蓋骨は骨董品として、 フレデリック・ウィードン医師によって保存された。医師は、オシオーラがムールトリー要塞で死んだ後、首を切り取って防腐剤の中に保存した人物である。1837年11月19日の夜、コアクーチーと19人のセミノールはマリオン要塞から脱走した。コアクーチーは後に愉快な物語を語った。彼と友人のタルマジ女だけが、 折り棒の高い位置に開いていた20センチの銃眼をすり抜け、有り合わせのロープで空堀へ滑り降りて脱獄したと。実際は、タルマスエジョは公式の囚人リストには載っていなかった。しかし脱獄は現実に影響を与えた。脱獄囚たちはバンドの野英地まで戻った。間違った取り扱いのせいで彼らは戦闘の継続を誓い、戦争は4年以上長引くことになった。 コアクーチーが脱獄したオリボーは、要塞で長く伝えられる、公式な教訓の一部となった。南東から映したパノラマ。中央やや左の橋の右端にサリーポートが見える。この橋は、手前の台地ではなくその奥のラブリンにつながっている。手前からラブリンに向かう橋は羽橋で、上部のみ見えている。城壁には、スリット状の銃眼がある1861年1月。 フロリダは独立戦争最初の数ヶ月で合衆国から離脱した。北軍は保守要員一人を除いて要塞から撤退した。同月に南軍が要塞に侵入した。要塞に配置されている北軍の一兵士は南軍から要塞の受領証を与えられない限り降伏できないと拒否した。結局彼は受領証を受け取り、 要塞は一発の銃火を交えることなく南軍の手に渡った。海側の砲台の五門だけを残し、ほとんどの大砲は他の要塞に送られた。1861年8月5日、戦闘ガスティン・ブルースはマリオン要塞の南軍に入隊した。彼らは最近組織されたばかりの第三フロリーダ不評隊の B 中隊に配属された。戦闘ガスティン・ブルースは 南軍の一員として、テネシー州他各地に転戦し、死傷者を出した。12人以上のセント・オーガスティン・ブルースの元隊員は、セント・オーガスティン氏のトロマト墓地に埋葬されている。1862年3月11日、セント・オーガスティン市長クリストバル・ブラーボが公式に、北軍艦隊司令、クリストファー・レーモンド・ペリー・ロジャーズに降伏を演じた後、要塞は、 戦闘オーガスティンの町と共に北軍に再占領された。順将サミュエル・デュポン指揮下の北軍艦隊の到着を予期して、南軍は前日の晩に戦闘オーガスティンから撤退していた。国立公演局作成の分解立体図を示したパンフレット。要塞は1862年3月11日、北軍によって取り戻された。それはアセス・オーバッシュが湾に入り、 南軍が戦闘ガスティン市から撤退したことが判明した日付である。市の指導部は市街地を破壊から守るため降伏する意思を持っていた。そのため、市と要塞は一発も撃つことなく取り戻された。要塞化同士の残りの期間、マリオン要塞は軍刑務所として利用された。1875年の初め、多くのアメリカ先住民の囚人が西部で起きた。 インディアン戦争の余波でマリオン要塞に収監された。多くが要塞で死んだ。囚人の中では、海洋ア族のホワイトホースとシャイアン族のグレーベアード。この期間、リチャード・ヘンリー・プラットが囚人を監督し、彼らの環境改善に尽力した。囚人の足かせを廃止しおり棒から出ることを許可した。プラットは囚人により多くの自治を与える方法を開発し、教育的、 文化的カリキュラムを整えようとした。南北戦争勃発により、戦闘オーガスティンから教員や宣教師を務めていた北部人がいなくなったため、彼らが影響力の中心になった。プラットはインディアン囚人に英語、キリスト教及びアメリカ文化の所要素を教えるボランティアを募集した。プラットとほとんどのアメリカの当局者は変わりゆく社会の中で、 インディアンたちが生き延びていくために白人社会への同化が必要だと信じていた。人々は芸術制作に勇気づけられもした彼らは何百もの絵を創作した。レッチャーアートはマリオン要塞にいた平原インディアンの芸術家たちによって始まったものである。レッチャーアートのコレクションの一部はスミソニアン博物館に収蔵されオンラインでも閲覧できる。 先住民の教育の進展に促され、市民たちは基金を立ち上げ20人近くの元囚人を、保釈後、を大学に送った。17人は、ハンプトンインスティチュートとヒストリカリーブラックカレッジに、進学した。それ以外は、資金援助を得て、ニューヨーク州の私立カレッジで教育を受けた。ニューヨーク州に進学した中には、デイビッド・ペンドルトン・オーカー・ヘーターがいた。 これは後に名付けられた名前で、ペンドルトン上院議員とその妻に資金援助されていた。オーカーヘーターは学業に励み、米国聖公会の司祭として聖職除賓された。彼はインディアン部族の宣教師として働くため西部に戻った。オーカーヘーターは後にエピスコパル教会によって聖人に列せられた。マリオン要塞でのプラットの経験はプラットが始めた。 アメリカインディアンのための寄宿学校を生み出そうとする運動の基礎になった。これらの学校は建前では先住民の教育目的だったが先住民の子供たちが自分たちの言葉を話すことも自分たちの宗教も禁じられていた。多くの子供たちは食料配給を打ち切るという脅しによって家族から強制的に引き離された。子供たちが家に送る手紙は検閲され、 多くの子供たちは夏の間、帰宅を許されず農業労働キャンプに連れて行かれた。多くの人がアメリカインディアンの寄宿学校を無数の国士と児童労働法違反で告発した。さらに先住民文化の組織的絶滅であるとして告発された。プラットの運動はカーライルインディアン実業学校の創立で始まった。それは450以上ある。 アメリカインディアン基宿学校の最初の学校だった。1886年から1887年にかけて推定で491人のアパッチがマリオン要塞に収監されていた。その多くはチリカーワとーアリゾナのウォームスプリングスアパッチだった。男は82人で、残りは女子供だった。男のうち14人はアメリカ陸軍にアパッチスカウトとして雇用されていた。 チリカワの中で、ジェロニモの妻を含む彼のバンドのメンバーがいた。ジェロニモ自身は、幸福時の合意条件違反の罪で、ピケンズ要塞に送られた。週刊中、十分なスペースがなかったので多くの囚人たちが、テントでの野営を強いられた。少なくとも24人のアパッチが囚人として死んだ。彼らは、ノースビーチに埋葬された。アパッチの囚人、 マリオン要塞1898年、200人以上の米西戦争の脱走兵がマリオン要塞に投獄された。これが現役の基地としては要塞の最後の利用となった。1900年、要塞は5つの異なる国旗の下で205年に渡って駅務を提供し続けた後、静かに現役を退い添た。1924年、要塞はナショナルモニュメントに指定された。 1933年、陸軍省から国立公園局に所管変更された。1942年、スペインの歴史遺産に敬意を表して、連邦議会は公式に要塞の名前を元のサンマルコストリデに戻した。1966年10月15日、国立公園局の歴史的資産として、サンマルコストリデは歴史登録罪に登録された。 国立公園局は、サンマルコストリデを、マタンザス要塞ナショナルモニュメントと一括して、管理している。1975年、米国土木学会により、歴史的土木工学ランドマークに指定された。国立公園局に所管が移って以来、サンマルコストリデは、ポピュラーな観光名所になっている。それは、戦闘オーガスティンの下町1100平方メートルを、占めている。 ありがとうございます。